ヘピスは干渉液に用いられる有機化合物の一つ。白色結晶性粉末の形状を持つ溶液は生化学分野で広く用いられるグッドバッファーの一種である。プコが7.55であり、およそ pH6.8 から8.2の範囲で干渉作用を持つ。細胞培養で広く使用されている重炭酸塩バッファーと比較して培養細胞が行う。 高気象呼吸によって生成される二酸化炭素濃度の変化を吸収して生理学的 pH を維持すること優れているため組織培養で広く用いられる。水の乖離定数は温度の低下とともに減少しますが多くのバッファーにおいては温度によるこの乖離定数の変化は少ない。しかしながらヘッピスは温度が下がると乖離定数が減少するため水に近い性質を示す。 そのため、ヘピスは低温環境下で酵素の構造と機能を維持ためのより効果的な干渉剤としてよく利用される。凍結に伴う pH 変化を低減する目的で酵素の冷凍保存にも利用される。一方で、ヘピスは熱に弱い性質があるためオートクレーブ処理などで分解することがある。ザイグラーエトール、ヤレパ、ズーニーがエトールによれば、 長時間光に暴露したヘピスは、火酸化水素に由来する毒性を持つという。火酸化水素の発生を避け、実験の再現性を確保するためには、ヘピスを含む液体はできる限り暗所に保存することが望ましい。ヘピスの金属イオン結合はごくわずかであり、金属キレート化によって阻害される可能性のある酵素のバッファーとして適している。ありがとうございます。